ロゴクリーンはイギリスロンドン出身のロックバンド。1970年代前半のハードロックブームの中でデビューし、その後スタイルを変化させながら世界中で成功を手にした。1億7000万枚から2億枚の音楽作品を売り上げたとされる。ウォールストリートジャーナルの史上最も人気のある100のロックバンドにて第3位。 ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにて第52位2001年にマイケル・ジャクソン、エアロス・ミスラと共にロックの殿堂入りを果たしている1991年にボーカルのフレディ・マーキュリーが死去してからも活動は断続的に続いている2020年現在ギターのブライアン・メイトドラマーのロジャー・テイラーの二人はボーカルに アダム・ランバートを迎えて、クイーン、アダム・ランバートとして活動している。全員が、ギター・キーボードを演奏できるため、この表に当てはまらない場合も多い。各メンバーのページを参照のこと。クイーンは、音楽的思考の異なる、メンバー全員が作曲に参加するため、プログレッシブロック、アートロック、グラムロック、アリーナロックなどその作風は幅広い。しかしながら、 多くの曲に共通して見られる特徴がある。その一つとして、エレクトリックギターの音を多重録音することによって、作られる、ギターオーケストレーションが挙げられる。これを生み出すブライアン・メイの手製ギター、レッド・スペシャルは、机の多くや、暖炉のマホガニーを素材に、メイの父親と共に制作されたもので、当時では、 まだ珍しかった位相で音を変えるフェーズスイッチ、ローラーブリッジなどの斬新なアイデアが盛り込まれた。シンセサイザーを用いずにギターオーケストレーションで重厚なサウンドを生み出していることを明示するため、初期の作品にはノーシンセサイザーというクレジットがなされていた。マーキュリー、メイ、テイラーの3人が声を何重にも重ねることによって作られるハーモニーもオペラ座の夜や、 華麗なるレースなどで見られるクイーンの音楽的特徴とされている。ボヘミアン・ラプソディでのオペラ風コーラスの録音では180回ものボーカルのオーバーダビングを行ったとメイが語っている。クイーンの母体となったのはブライアンメイトロジャー・テイラーが在籍していたバンドスマイルであった。1969年9月スマイルがシングルアースをリリース。 これは全く成功せず、ボーカル兼ベースのティム・スタッフェルが脱退。その後任として、加入したのがスタッフェルの同級生で、バンドとも知り合いだったフレディ・マーキュリーであった。1970年7月12日、この日のライブから、クイーンと名乗り始める。1971年2月、入れ替わりを繰り返していたベーシストが、オーディションで、ジョン・ディーコンに固定。 クイーンの A 公式サイトでは4人が揃ったこの1971年を正式なバンド結成の年としている。1973年7月13日、アルバム《戦日の王女》で本国デビュー。先行シングルとして炎のロックンロールが1週間前の7月6日にリリースされた。日本での発売は1974年。 本作リリース当時、母国イギリスでは、ロックなのに、曲構成が複雑で、サウンドに詳細句が多い、ディープパープルや、レッド・ゼッペリン、イエスのアリューなどと、メディアから酷評され、遅れてきた、グラムロックバンドと見られることもあった。また、彼らは、本作制作から発売までに2年近くももたつき、レコード契約から1年以上待機させられたため、発売時には、 あらゆる意味で時代遅れになっていたと後にマーキュリーが回想している。1977年ニューヘイブン公演。1974年3月2作目のアルバムクイーン2を発表。イギリスのメディアの評価は一向に変わらなかったがシングル曲輝ける7つの海のヒットもあり、アルバムは全英5位まで上がるヒット作になった。このアルバムをきっかけに 本格的なブレークにつながるようになる。1974年3作目のアルバムシアーハートアタックを発表。先行シングルキラークイーンが全英に全米12位のヒットとし、後にマーキュリーは作曲者としてアイバーノベロ賞を受賞。また同年リッープパープル、もっとザ・フープルの前座として初の全米ツアーを行うが、名画 カニエンにかかってしまいツアーの途中でクイーンは交番を余儀なくされる。1975年2月、カンサス、スティクスラの前座として、再び全米ツアーを開始する。ツアーは各地で大盛況を得たが、ツアーの途中に今度はマーキュリーが喉を痛めてしまう。マーキュリーはしばらく安静状態を強いられたが、その後回復して、ツアーを無事終了させる。 同年4月17日に初来日。この頃、すでに、日本では、若い女性を中心に人気を集めており、空港に、約1200人のファンが押し寄せ、武道館ライブは、成功を収めた。10月、4作目のアルバム、オペラ座の夜からの先行シングル、ボヘミアン・ラプソディが、全英9週連続1位の大ヒットを記録。当初、 6分を超える長い曲などラジオで流してくれないとレコード会社側は曲のカットを指示したがマーキュリーとテイラーに意見を求められたラジオ DJ のケニー・エベレットはこの曲を気に入り自身のラジオ番組で2日間で14回も流したボヘミアン・ラプソディはチャリティでない曲としてはイギリス史上最高の売り上げを記録しマーキュリーは 同曲のヒットにより2度目のアイバーノベロ賞を受賞する。その結果、オペラ座の夜は、初の全英1位を獲得し、クイーンに批判的だったメディアからも、非常に高い評価を得た。フレディ・マーキュリー1976年、軌道に乗ったクイーンは、アメリカ、日本、オーストラリアなどで、次々とツアーを観光する。同年12月、5作目のアルバム、カレーなる。 レースを発表。初めてのセルフプロデュースとなる本作はこれまで以上に分厚いサウンドになっているものの、基本的にはオペラ座の夜の路線をさらに押し進めた作風となっている。先行シングルとして発売され、全英に全米13位のヒットとなった、愛にすべてをや、懐かしのラバーボーイの他に、クイーン流ハードロックの名曲として、ファンの間で名高い。 タイユアマザーダウンや歌詞の一部を日本語で歌った手を取り合ってが収録され、アルバムはイギリスや日本で1位を獲得するヒット作となった。1977年10月、再びセルフプロデュースで臨んだ6作目のアルバム世界に捧ぐを発表。パンクロックが流行しつつあった当時の音楽シーンの流れを組んだ本作は音楽的にはシンプルな方向へ向かい、 トレードマークの一つであったコーラスパートの全くない曲も収録した。アルバムは日本とイギリスでは4位止まりだったが、伝説のチャンピオンや We Will Rock You がヒットしたアメリカではこれまでの最高位である3位を記録。また、ヨーロッパの中で唯一クイーンが苦手としていたフランスでは We Will Rock You が12週連続1位となり、13週目には 伝説のチャンピオンが1位となった。1978年、ヨーロッパ9カ国でツアーを開催。6年目にして、初のフランスでのコンサートも成功を収めた。同年11月、7作目のアルバム、ジャズを発表。再びプロデューサーに、ロイ・トーマス・ベイカーを迎え、バラエティに富んだサウンドと楽曲を展開している。バイシクルレースのプロモーション用に制作された。 全裸の女性が自転車レースをするというポスターとビデオは物議を加盟した。バイシクルレースの影響もあって、本作の発売直後にはマスコミの批判にさらされたが、アルバムは全英に全米6位の大ヒットとなった。同年、カナダを皮切りに北米ツアーを開催。マーキュリーはステージに上半身ヌード姿で自転車に乗って登場した。 1979年、ヨーロッパツアーを開催。東西冷戦状態であった、ユーゴスラビアもツアーのプログラムに入っていたことで、話題を呼んだ。また、マーキュリーが、バレエ好きであったことから、国立バレー団の知的障害者への、義援金チャリティ特別公演に出演。マーキュリー自身もバレエを踊った。カンボジア救済チャリティコンサートにも出演し、初日に、 単独コンサートを開いた。さらに、マーキュリー作の愛という名の欲望が初めて全米1位を獲得するなど、アメリカをはじめ世界で好成績を収め、ライブアルバム、ライブキラーズで1970年代を締めくくった。1980年6月、8作目のアルバム、ザ・ゲームを発表。全英全米ともに1位を記録した。 エルビス・プレスリーを思わせるロカビリー風のシングル、愛という名の欲望がアメリカを中心に大ヒットした。またディーコン作の地獄へ、道連れは全米1位を記録し、クイーン最大のヒット曲となった。もともとマイケル・ジャクソンのために書かれた、この曲は彼の前作、オフ・ザ・ウォールを意識した、ソウルやファンクの曲となっており、 アメリカのブラックミュージックのチャートでも上位にランクインしている。また本作からこれまでカタクナに使用を拒んできたシンセサイザーが導入された。これはザ・ゲーム制作途中で同名映画のサウンドトラックフラッシュ、ゴードンの録音が挟まったことが大きな要因となっている。1981年撮影1981年初の南米進出を果たす。 最初のブエノスアイレスでのライブを始め、サンパウロでは、たった2日で、観客動員数の記録を更新するなど各地で大成功を収めた。同年10月、南米でのツアーを終えたメンバーは、デビッド・ボーイとの共作曲、アンダー・プレッシャーを発表。イギリスやアルゼンチンで1位を獲得するなど、世界的にヒットした。なお、 ボーイとはスイスでレコーディング中に進行を深めていたという。さらに11月、初のベストアルバム、グレーテストヒッツを発売。クイーンのキャリア前期を総括する本作は、現在イギリス史上最も売れたアルバムとなっている。1982年5月、10作目のアルバム、ホットスペースを発表。地獄へ道連れの成功を受け、マーキュリーとディーコンを中心にファンク。 ダンスミュージックの要素を徹底的に突き詰めた内容となった。しかしこの大きな方向転換はファンや評論家から強い反発を受け、従来の作品に比べて売り上げは振るわなかった。1983年、バンドの活動を休止し、各自ソロ活動に専念した。クイーンのライブ1984年11作目のアルバムザワークスで復活を果たす。 本作は作風の軌道修正を図り、ファンが待ち望んでいたような楽曲が集まった作品に仕上がった。この頃になると、アメリカや日本での人気は落ち着く一方で、テーラー作のラジオがガガ19カ国で1位を獲得するなど大ヒットし、またディーコンのブレイクフリーが南米などで自由へのシンボルとしての曲と位置づけられるなど、ヨーロッパ圏だけではなく、 南米やアフリカといった地域でも人気を集めるようになっていった。1985年1月、リオデジャネイロで第1回ロックインリオを開催。2日間で観客動員数60万人という驚異的な記録を作った。しかしこの頃から各メンバーがソロ活動に勤しんだこともあってメンバー間の距離が開き始め次第に仲も険悪になっていく。 1985年7月13日、20世紀最大のチャリティーコンサートライブエイドに出演。出演アーティスト中最多の6曲を披露し、そのパフォーマンスは観客を圧倒。あまりの質の高さに、ロンドン会場のヘッドライナーを務めたエルトン・ジョーンが、舞台裏で悔しさをあらわにし、自短打を踏んだとされる。その後の反響は絶大で、世界各国で、 クイーンのアルバムがチャートを急上昇した。この思わぬ反響を受けてクイーンは、新曲のレコーディングを開始し、同年11月、シングル、ワンビジョンを発表を。メディアはこぞって、ライブエイドの便乗商売だとこれを批判したが、イギリスでは、チャート最高位2位と高成績を残した。ライブエイドへの出演がなければ、そのまま本当に解散していたかもしれないと、後に、 メンバーも振り返っている。1986年12作目のアルバム、Kind of Magic を発表。イギリスを中心に世界中で大ヒットを記録した。本作発表後には、マジックツアーを行い、ヨーロッパ諸国の全26公演で200万人以上の観客を動員した。中でも、ウェンブリースタジアムで行われたコンサートは2日間で15万人の、 観客動員を記録し、8月9日には、イギリスのネブワースパークで、観客30万人を記録。ツアーは、大成功を収めた。しかし、マーキュリーの体調の悪化に伴い、クイーンの4人が揃って、ツアーを行ったのは、これが最後となった。マジックツアーの成功以来、再びメンバーは、 ソロ活動に専念し始めた。この頃は、ライブ後のパーティーで、レズビアンショーや、約10人のダンサーによる、ストリップショーがしきりに行われ、フレディの誕生パーティーでは、総額20万ポンドが浪費されたという。1988年1月、スタジオに再集結し、アルバムの制作を開始。1989年5月、 13作目のアルバム、ザ・ミラクルを発表。先行シングル、I want it all ルともども、本国、イギリスやヨーロッパ各国で大ヒットを記録し、人気が健在であることを証明した。しかしツアーの開催については、マーキュリーはあっさり否定した。以前からマーキュリーには、エイズに感染しているのではないかとの噂が飛び交っていたが、当時本人はこれを否定し続けていた。 実際にはマーキュリーがエイズに感染していることは1987年頃に判明したと言われているが、その真相は長年ベールに包まれていた。1991年初頭、14作目のアルバム、イニュエンドを発表。音楽的にはやや原点回帰思考が見られ、ブリティッシュロックバンドとしての自覚が垣間見える作品となった。1位を獲得した。 兄弟曲では、スティーブ・ハウが客演し、感想部分で、フラメンコギターのソロを披露した。メンバー以外の音楽家が、クイーンのスタジオ版でギターを演奏したのは、これが最初で最後である。続く、ショーマスと、ゴーンも、全仏にと大検討した。しかし、この頃すでに、マーキュリーの体は病魔に侵されていたという。また、アルバム、イニュエンドーに、収録の、 輝ける日々は、マーキュリーの生前最後のミュージックビデオ出演になった。映像では、マーキュリーが見る影もなく痩せ衰えていることがわかる。1991年11月23日、マーキュリーの自宅前で、記者会見が行われ、スポークスマンを通じて、以下の声明文を発表している。私は、HIV テストで陽性と診断され、 エイズ患者であることが確認されました。しかし私の身の回りの人々のプライバシーを守るため、この事実を隠しておくことが適当だと考えておりました。しかし今、世界中の友人たちとファンの皆様に真実をお伝えする時が来ました。これからはこの恐ろしい病気に対して、私と私の医師団と世界中で私と同じように、 苦しんでいる人々と一緒に戦ってください。そして翌24日、フレディ・マーキュリーは HIV による免疫不全が原因となって引き起こされた、ニューモシスチス肺炎により45歳という若さで死去した。亡くなった1991年は、くしくもクイーン結成20年目だった。葬儀会場は世界中から駆けつけたファンの花束で埋め尽くされた。 マーキュリーの死後、クイーンのアルバムが世界中でチャートインし、イギリスでは、ボヘミアン・ラプソディがイギリス史上初の同一曲二度目の一位という記録を打ち立てた。また、マーキュリーの遺言により初登場一位を獲得した作品の収益金はすべてエイズ基金に寄付された。1992年、バルセロナオリンピックの開会式で、 オペラ歌手のモンセラーとカバリエとマーキュリーがデュエットする予定だったが、マーキュリーの休止により、ホセカレイラスが代役を務めた。ミュージカル、ウィ・ウィルロック・ユーの新宿公演クイーンは、正式に解散したことはなく、メイとテイラーがそれぞれソロ活動を行ったり、この二人でクイーン名義で、たびたび活動を行っている。ソロ活動においては、メイは、 クイーン時代の延長線上にあたる音楽を一方、テイラーはクイーン時代とは異なったアプローチで、それぞれ音楽活動を断続的に続けている。ディーコンはマーキュリーの死後音楽活動は行っておらず、講述するように音楽業界から完全に引退している。マーキュリー死後から活動再開までのクイーン名義での主な活動は以下の通り、 マーキュリーの死の翌年4月20日に、マーキュリーの追悼コンサートが開催された。コンサートの開催は2月12日に発表され、出演者は未定であったにもかかわらず、チケットは2時間で完売した。コンサートには、ロバート・プラント、エルトン・ジョン、デビッド・ボーイ、メタリカといった大物アーティストが集結し、会場となった、ウェンブリー・スタジアムには7万人を超えるファンが集まった。 世界でも生中継され、元クイーン大国、日本でも NHK でクイーンの歴史を紹介する VTR と共にライブの様子が放送された。フレディ・マーキュリーの死から4年後、マーキュリーが生前に残した録音をもとにした実質的な最終アルバム、Made in Heaven が発売された。Heaven for Everyone や Born to Love You などの 各メンバーのソロ曲のリメイク版と、マザーラブや、It's a Beautiful Day などの新曲、合計11曲が収録されている。ジョン・ディーコンは、1997年の、No One But You の発表を最後に、クイーンとしての活動には一切参加しなくなった。2004年にはテイラーが、ジョンは事実上引退していると発言したほか、 クイーンと付き合いの長い統合をカオル子が寄稿した、クイーン、ポール・ロジャース日本公演のパンフレットには、音楽業界から、引退と記載された。しかし、2002年の、エリザベス女王在位50周年式典の、ロックコンサート以降も、メイト・テイラーの二人は、クイーン名義で出演しているため、最低この二人のメンバーが揃うと、クイーンのバンド名が使えると解釈しうる。 最近のインタビューによると、ディーコンは荒波の音楽業界を嫌い、家族と共に暮らしているとのこと。メイとテイラーがイベントに誘ってもディーコンは一切参加しようとしないが、彼は今でもクイーンの一員だよと二人は述べている。クイーン、ポール・ロジャース左からポール・ロジャース、ロジャー・テイラー、ブライアン・メイ2005年1月、残ったテイラーとメイは元フリーヤ。 バッドカンパニーのボーカリストであったポール・ロジャースと組んで、クイーン、ポール・ロジャースとして活動することを正式に決定した。2004年の英国音楽伝道の受賞式での共演がきっかけであったという。フレディ・マーキュリーという超個性派ボーカリストの後任に、マーキュリーとは似ても似つかないロジャースが選出されたことには、世界中から疑問の声が上がった。しかし名は、 僕は誰かをフレディの代役に立てるという意見にはずっと反対だった。でも、フレディの代わりを務めようなんてこれっぽっちも思っていない男に出会ったんだ。ポールは彼だけの色を持ったフレディには似ても似つかない男さと述べた。愛に全てをカバーしたジョージ・マイケルや伝説のチャンピオンをカバーしたロビー・ウィリアムズの方がクイーンの新ボーカルにふさわしいのではないかという意見もあった。 実際、メンバーも、ウィリアムズを、クイーンの新ボーカルとして迎え入れる話は、していたそうだが、やはり違う気がするということで、ロジャースを選出したという、全欧ツアーのチケットは売り切れた。来日公演は、埼玉、横浜、名古屋、福岡で行われ、10万人を動員するなど、各地で大成功を収めた。2006年、クイーン名義では24年ぶりとなる、 全米ツアーも成功させた。同年10月には、クイーン、ポール・ロジャースとして、スタジオ入りすると、名のホームページで宣伝され、2008年にアルバム、ザ・コスモス・ロックスを発表。それに伴うヨーロッパ、南米ツアーも行ったが、2009年、ロジャースは、クイーン、ポール・ロジャースとしての活動に終止符を打ち、バッドカンパニーの再始動に移行した。 この時期クイーンとしての表だった活動はなかったが、ブライアン・メイとロジャー・テイラーの二人によってバンドは存続しており、日刊スポーツの取材に対してテイラーは、クイーンは永久に続けると誓っている。この間メイは、イギリスの女性ミュージカル歌手、ケリー・エリスとアルバムを制作したり、全英ツアーを行ったりと、相変わらず、積極的な音楽活動を続けている。2009年、 メイト、テイラーがアメリカのオーディション番組アメリカンアイドルにゲスト出演。シーズン8の結果発表の前に、二人の演奏で最終候補者のクリス・アレンとアダム・ランバートが伝説のチャンピオンを熱唱した。ブライアンメイトロジャー・テイラーはアダム・ランバートのボーカルに惚れ込み、その場でクイーンへの参加を打診したと伝えられている。 その件に関してその気があるのかと AP 通信がランバートに聞いたところそれは難しい質問だねだって正直クイーンにならないかっていう申し出をどう断ったらいいんだそんなの信じられないよでも今自分でやりたいこともあってそれが僕の目標でもあるんだだからできることなら両方やってみたいねと述べているさらに2011年クイーンが MTV ヨーロッパミュージックアワードでグローバルアイコン賞を受賞。メイとテイラーはアダム・ランバートと再共演を果たし、ショーマスト、ゴーン、ウィ,ウィル・ロック・ユー、伝説のチャンピオンの3曲をメドレーで披露した。この3年後、アダムは正式にクイーンに加入し、2020年現在に至るまで活動を続けることになる。同年、 クイーン結成40周年を記念して、全オリジナル作品を、ボブラ・ドーイックがリマスターして発売した。まだ3分の1ほどしか発売されていない7月の時点で、日本円にして56億7600万円以上もの売り上げを記録し、改めて未だ人気が衰えていないことを証明した。さらに同年、名は、世界的なポップスターである、レディー・ガガの楽曲、 u I にて、バックボーカルトリードギターを担当。楽曲は、彼女の、第3皿、Bone, This Way に収録され、シングルカットされて、大ヒットを記録した。2011MTV ビデオミュージックアワーズでは、ダンしたガガとミエが、ステージ上で本曲を披露し、ガガの受賞が発表された際には二人が抱擁する、場面が映し出された。この共演をきっかけに、 ガガの実力を確信した名は NME のインタビューでクイーンの新ボーカル候補として彼女の名前を挙げている。この提案には熱烈なクイーンファンであるガガの方も乗り気なようで近いうちにガガがクイーンのメンバーに加入する可能性が示唆された。しかし唯一無二のボーカリストマーキュリーの存在は大きく。 抜群の歌唱力を誇るポールが加入した時でさえ、ファンから複雑な反応を受けたため、メイはテレビの特番でいろんなアーティストをボーカルに迎えて演奏してみたいと付け加えており、新ボーカリスト選びには慎重な姿勢を見せていた。一方、テイラーは2012年に一般応募から先行した若い才能のある歌手を迎えて、 クイーンのトリビュートツアークイーンエクストラバガンザを北米で行った。2012年8月12日、ロンドンオリンピック閉会式にジェシー・ジェイと共に出演した。クイーン、アダム・ランバート左からロジャー・テイラー、アダム・ランバート、ブライアン・メイ2012年、新たなボーカルにアダム・ランバートを迎えて、クイーン、アダム・ランバートとしての活動を開始。最初に、ウクライナ、ロシア、 ポーランド、イギリスの4都市で6公演を行った。2013年の活動は、アイハートラジオミュージックフェスティバル2013への出演だけだったが、2014年には6月から7月にかけて24公演の北米ツアーを行い、8月にはサマソニ2014のヘッドライナーとして来日公演を行った。2019年、前年に公開された、 電気映画の成功を受け、世界各国をめぐって66公演を行う、ザ・ラプソディーツアーを開始した。アダム・ランバートは、クイーンとの共演について、以下のように語っている。僕の見方としては、僕は、フレディの代わりを演じるつもりも、フレディの上を行くつもりも、フレディと競うつもりも全くないし、そんなことはまるで考えてないんだ。フレディと、 バンドとで書いた音楽を歌って、それをステージに持って行っていいショーをやるように壊れたってことはすごく光栄なことだと、そう思ってるんだ。でも、見てるみんなが比較することばかりに気を取られると、きっとライブを楽しめなくなるとも思うよ。アダム・ランバートをフロントマンに迎え活動を継続することに不満を持つファンについては、メンバーは、 フレディ・マーキュリーも承認したと思うとアダムの起用を擁護している。2018年10月、フレディ・マーキュリーに焦点を当てて、クイーンの軌跡を描いた音楽電気映画、ボヘミアン・ラプソディが全世界で公開された。計画が持ち上がった2010年当初は、マーキュリー役にサシャ・バロン・公演プロデューサーに、グレアム・キング、脚本に、ピーター・モーガンの起用が予定されていたが、 その後出演予定者や監督の交番が相次ぎ、本格的な制作の開始まで7年近くの歳月を要した。最終的に、マーキュリー役はラミ・マレックに、テイラー役はベン・ハーディー、名役はグイリム、リー、ディーコミ役はジョセフ・マゼロに決定し、2017年よりブライアン・シンガー監督の元制作が進められた。本人であるメイト、 テイラーも制作に加わり、主に音楽監督を務めた。批評家の評価は、分かれたものの、商業的には、全世界で9億 US ドル超の興行収入を、記録する大ヒット作となった。第76回ゴールデングローブ賞では、ドラマ部門作品賞と主演男優賞を、第91回アカデミー賞では、主演男優賞、編集賞、録音賞、 音響編集賞をそれぞれ受賞した。フレディ・マーキュリーのサイン1975年4月、初来日。本国での当時の評判に反して、日本での人気は凄まじく、空港には、ファン1200人が集結し、パンク状態になった。到着後、メンバーは、会見を行い、芸コらから茶を提供されたり、ファンからもらった剣玉で遊んだりするなどして、 日本文化を満喫した。日本武道館公園では着物を着て演奏した。滞在中、メイト、テイラーが二人だけで東京タワーへ観光に行ったところ、多くの子供にクイーン、クイーンとサインをせがまれながら囲まれ、その後ホテルで缶詰状態にあったという。1976年、アルバム、華麗なるレースを発表。 作品の最後にサビに日本語の歌詞を取り入れた楽曲、手を取り合ってが収められ、翌年に日本限定でシングルカットされた。1977年、少女漫画雑誌、花と夢十号にバンド結成から来日公演までを描いた、キングスロードに赤いバラが掲載。2004年、マーキュリー作のボーントゥラブユーを主題歌にした、フジテレビのドラマ、 プライドが放映。ドラマの人気に合わせ、日本独自のベストアルバム、ジュエルズがオリコンチャート1位を獲得し、180万枚を売り上げる大ヒットを記録する第2次クイーンブームが起こった。クイーンに馴染みのなかった若年層のファンが増えたことで、日本でのクイーン人気が大きく上昇し、同年の日本ゴールドディスク対象海外部門を受賞した。 これについて名はクイーンのベストアルバムが日本で売れていることを聞いてとても驚いています。クイーンが日本にとって外国アーティストの中では大きな存在だということは知っていましたが日本の音楽史の中ではクイーンは小さい存在だと思っていました。けれども今回のヒットで日本の大物アーティストと肩を並べられてとても嬉しいですと語っている。 スマステーションマイナス3では、ブライアン・ウェイ、ロジャー・テイラーのインタビューが行われた。2018年11月、クイーンを描いた、電気映画、ボヘミアン・ラプソディが日本でも公開。2019年5月時点で、日本国内の興行収入が130億円を突破する大ヒットとなり、第三次、クイーンブームとも呼ばれる、社会現象を巻き起こした。映画のヒットにより、 クイーン作品は、急激に売り上げを伸ばし、翌年にかけて、リバイバルヒットを記録。第33回日本ゴールドディスク大賞では、クイーンとしては14年ぶり2度目となる、アーティスト・オブ・ザ・イヤーの受賞を果たした。また、ビルボード・ジャパンが発表した2019年、上半期チャートのアーティスト部門では、アイミョンやヨネズ・ケンシに次いで3位を記録した。2019年7月、 プラネタリウム作品、クイーン、ヘブンマイナスが、プラネタリア東京にて上映。同年8月、LINE の無料ゲームアプリ、LINE、ディズニーつむつむに、クイーンのメンバーが、日本限定で登場。1980年代の姿と思われる、クイーンのメンバーが、ゲーム内に登場し、ゲーム内 BGM として、We Will Rock You、伝説のチャンピオン、ラジオが、 だが流れる演出がなされた。8月の期間限定キャンペーンであったが、翌年1月、今度は1970年代のスタイルで、再び登場。BGM としては、ボヘミアン・ラプソディ、地獄へ、道連れが使われた。2020年1月15日、日本在住のファンによる投票で、収録曲が決められた、ベストアルバム、グレイテスト・ヒッツ・イン・ジャパンが発売された。 また同日、クイーン関連の貴重な歴史的な展示品を公開する展覧会、クイーン展ジャパンが開催。株式会社クイーンプロダクションの協力、監修のもと、集者が主催した。クイーンのメンバーは、ツアー以外にも何度かプライベートで来日しており、日本文化に深い興味、関心を寄せている。美術学校で学んだ経験もあったマーキュリーは、 イマリアキやクタに小刀を趣味で収集しており、それらの目利きもできたという。また、自宅の庭に日本庭園を作っていた。新宿にはマーキュリーの行きつけのゲーバーがあり、たびたび通っていたと思われる。名は来日した際、日本の畳が気に入ったが、大きすぎて持ち帰れないことに非常に残念がっていたという。戦立の王女。 クイーンクイーン2クイーン2シアーハートアタックシアーハートアタックオペラザの夜から A night at the opera 華麗なるレース A day ア t the レースズ世界に捧ぐニュースオブザワールドジャズジャズザゲームザゲームフラッシュゴードンフラッシュゴードンホットスペースホットスペースザワークスザワークスカインドオブマジック A カインドオブマジックザミラクルザミラクルイニュエンドイニュエンドウメイドインヘブン メイドインヘイブンライブキラーズ、ライブキラーズライブマジック、ライブマジック場外戦。戦慄のライブクイーン、クイーンアットザビーブクイーンライブ。ウェンブリー1986、ライブアットウェンブリー86オンファイアー。クイーン1982、クイーンオンファイアー。ライブアットザボール伝説の証。クイーン1981、クイーンロックモントリオールハンガリアンラプソディ。 クイーンライブインブダペスト1986ハンガリアンラプソディクイーンライブインブダペストライブアットザレインボー74ライブアットザレインボー74グレイテストヒッツツグレイテストヒッツツクラシッククイーンクラシッククイーン十二インチコレクションザ十二コレクションクイーンロックスクイーンロックスグレイテストカラオケヒッツグレイテストカラオケヒッツグレイテストヒッツ3 フレディ・マーキュリーに捧ぐ、グレイテスト・ヒッツ3クイーン・イン・ビジョン、クイーン・イン・ビジョン・ジュエルズ、ジュエルズ・ジュエルズ2ジュエルズ2ストーン・コールド、クラシックス、ストーン・コールド・クラシックス A、Z オブ・クイーン・ザ・ A、Z オブ・クイーン、ボリューム1伝説のチャンピオン、アブソリュート・グレイテスト、アブソリュート・グレイテスト、ディープ・セレクション1973から1976、ディープ・カッツ、 ボリューム1ディープセレクション1977から1982ディープカッツボリューム2ディープセレクション1984から1995ディープカッツボリューム3アイコンアイコンクイーンフォーエバークイーンフォーエバーボヘミアンラプソディボヘミアンラプソディザオリジナルサウンドトラックグレイテストヒッツインジャパングレイテストヒッツインジャパンコンプリートワークス The Complete Works CD シングル Box, Queen CD シングル Box Box of Trix, Box of Trix Ultimate Queen, Ultimate Queen Queen Platinum Collection, The Platinum Collection, Greatest Hits I, 2 3シングル Collection Volume 1, The Singles Collection Volume 1シングル Collection Volume 2, The Singles Collection Volume 2シングル Collection Volume vol. 3, The Singles Collection Vol.3 シングルコレクション Vol.4 The Singles Collection Vol.4 The Stadio Collection Queen The Stadio Collection 縁のロックンロール Keep yourself alive Liar Liar 輝ける7つの海 Seven Sheets of Light Killer Queen Freak of the List Killer Queen Freak of the List Now I'm here now I am here Bohemian Lapsody Bohemian Lapsody Might ベストフレンド、ユーアーマイ、ベストフレンドアイにすべてを引くサムバディーツーラブタイユア、や、マザーダウン、タイユアはマザーダウン種を取り合って手を取り合って懐かしの、ラバーボーイ、グッドオールド、ファッションドラバーボーイロングアウェイ、ロングアウェイ伝説のチャンピオン、ウィ、ウィルロックユー、ウィーアーザチャンピオンズ、ウィーウィルロックユーエーンの翼。 スプレッドユアウィングスイッツレートイッツレートバイシクルレースファットボトムドガールズバイシクルレースファットボトムドガールズドントストップミナウドントストップメナウムスタッファムスタファジェラシージェラシーラブオブマイライフラブオブマイライフ愛という名の欲望クレイジーリトルシングコールドラブセーブミーセーブメプレーザーゲームプレーザーゲーム地獄へ 道連れ、アナザーワンバイツザダスト夜の天使、ニードユアラビングトゥナイトフラッシュのテーマ、フラッシュアンダープレッシャー、アンダープレッシャーボディランゲージ、ボディランゲージ。ラスパラブラスデアモール、ラスパラブラスデアモール、コーリングオールガールズ、コーリングオールガールズステイングパワー、ステイングパワー、バックチャット、バックシャラジオガガラジオガガ、ブレイクフリー。 I want to break free 永遠の近い It's A hard life Hammer to fall Hammer to fall サンクゴッド It's Christmas サンクゴッド It's Christmas One vision One vision Kind of magic A kind of magic Princess of the universe Princess of the universe I are the 日々から One year of love 真の絆 Friends will be e friends 喜びへの道 Pain is so close to pleasure Live forever Who wants to live forever? I want it all.I want it all.Breakthrough.Breakthrough Invisible Man.The Invisible Man Scandal.Scandal The Miracle.The scandal. Sc Miracle, miracle Innuendo Innuendo 狂気への除曲 .I am going slightly mad headlong.Headlong head I can't live with you.I can't live with you 輝ける日々から .Tay the other days of our lives show must go on.The show. must go, on heaven for everyone, heaven for everyone, winter's tale, a winter's tale to, o much love will kill you, too much love will kill you, born to love you, I was born to love you, let me live, let me live, you don't fool me, you don't fool me, no one but you, no one but you, under pressure, under pressure, you r e heart again, let me in your heart again, greatest to flex, Greatest Flix Live in Japan.Live in Japan.We will rock you.We will rock you.The works video EP.The works video EP.Live in Rio.Live in Rio.Live forever.Foo on 2 Live forever.Live in Budapest.Live in Budapest.Bohemian Lapsody.Bohemian Lapsody.The Magic Years.The Magic Years.The Arrival.The Arrival The Miracle Video EP. The Miracle Video EP Queen at OEMBLEE Queen at OEMBLEE Greatest Flix 2 Greatest Flix 2 Box of Flix Box of Flix Live at the Rainbow Live at the Rainbow Classic Queen Classic Queen Greatest Hits Greatest Hits Final Concert Live in Japan Final Concert Live in Japan Freddie Mercury 追悼コンサート The Freddie Mercury トリビュートコンセール、グレーテストフリックスアイアンド2、グレーテストフリックスアイアンド2チャンピオンズオブザワールド、チャンピオンズオブザワールドメイドインヘブン、メイドインヘブン、グレーテストカラオケフリックス、グレーテストカラオケフリックスクイーンロックス、クイーンロックス、グレーテストフリックス3、グレーテストフリックス3パーティーアットザパレス、パーティーアットザパレス、 グレ e テストビデオヒッツ o Hits 1 Greatest Video Hits 1 Greatest Video h i t 2 Greatest v i d e 2ジュエルズジュエルズ伝説のチャンピオンファイナルライブインジャパン We Are the Champions ファイナルライブインジャパンオンファイヤークイーン1982クイーンオンファイヤーライブアットザボールリターンズオブザチャンピオンズリターンオブザチャンピオンズクラシックアルバムスオペラザの夜から The Making of A Night at the Opera クラシックアルバムススーパーライブインジャパンスーパーライブインジャパンライブインモントリオール1981クイーンロックモントリオールビッグライブ2008ライブインクライナライブインウクライナハンガリアンラプソディー、クイーンライブインブダペスト1986ハンガリアンラプソディー、クイーンライブインブダペストライブアットザレインボー74 ライブアットザレインボー74が BBC で放送された。2018年にマーキュリーを軸にクイーンの結成から1985年のライブエイドでのパフォーマンスまでを描いた電気映画ボヘミアン・ラプソディが公開された。ありがとうございます。